司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。今日は、養子縁組についてご説明しようと思います。まあ養子に入るとか養子を取るとかって、まあ、よく言います。でまあ大きく分けて普通養子と特別養子というものに分かれます。今日は普通養子についてご説明します。まあ普通養子っていう、ようにこうまあ普通の養子縁組、皆さんが思われているような養子縁組のことです。でまあ養子縁組の要件としてはまあそんなになくて、普通の大人でまあ親子っていうか親子関係みたいな方を養子に取るとかっていう場合はまああんまり問題ありません。まあただこう自分よりも年上の人を養子に取るということはできません。で、ね、年下しか無理ですね。でまあ普通に区役所とか市役所とかに、まあ、2人で必要書類を揃えて届け出をすれば、大体もうそのまま認められて養子縁組はすることができるということになります。で養子縁組をすると、縁組の日から血縁関係の例えば親子とかと同じ関係になるということになります。だから縁組を境なので、縁組より前は子供ではありません。縁組後子供になるということになります。そして養子先の例えばお名前名字も変わるし、名字が変われば戸籍自体も変更しないとダメということになります。で例えば未成年とかで親権に服してたら、養親の親権になるということになります。で当たり前ですけど養子関係になりますので、養父母と養子としては相続権ですね、相続する権利が発生するということになります。まあ、普通養子縁組は、養子を取りたい人と養子になりたい人の、まあ、気持ちが合致すれば、まあ、もう 99% というか、特になんか却下されるということはなくて、あとはそういうなんか決まった要件、年上の人ができないとかっていうのだけをクリアすれば、皆さん誰とも養子になれるし、養子を取ることが可能ということになります。詳しくは当事務所までご相談ください。当事務所の連絡先はこちらになります。以上、司法書士の重森でした。